どこまでも青いエーゲ海。島々にそびえるのは白亜のギリシャ神殿です。大理石で作られた白く壮麗な姿。古代ギリシャ文明は紀元前7世紀からおよそ500年にわたって栄えました。白く輝く建築や彫刻、古代ギリシャはまさに白い文明です。しかし今、その常識が覆されようとしています。舞台はロンドンの大英博物館。収蔵庫に眠るギリシャの至宝。バックヤードで行われている最先端の科学分析。その結果、意外な事実が浮かび上がってきました。ここです。ほんの少しだけ。見えますか？耳の上に赤い色がついているんです。ギリシャの彫刻は今とは全く違う姿をしていました。真っ白だと思われていた彫像は鮮やかに彩られていたのです。エーゲ海に突如花開いた古代ギリシャ。その謎も大英博物館の調査で明らかになってきました。遠く離れたエジプトの神殿に残る古代ギリシャの落書き。文明発展の裏に隠された思いがけない真実が浮かび上がります。ある人々の驚くべき体験が古代ギリシャの文化に影響を与え、その姿を大きく変貌させていったのです。そして古代ギリシャの至宝をめぐり、大英博物館で起きた衝撃の事件。大英博物館の未公開コレクションを中心に、白い文明古代ギリシャの新たな真実に迫ります。古代ギリシャの真実を求め大英博物館を訪れたのは酒井正人さんです。かつてエーゲ海周辺で繁栄を極めた古代ギリシャ文明。哲学、民主主義、そしてオリンピック。始まりは全て古代ギリシャです。ギリシャ文明が栄え始めたのはおよそ2700年前の紀元前7世紀。その200年後にはギリシャ文明の象徴ともいえるパルテノン神殿が建造され、全盛期を迎えます。そして
アレクサンドロス大王がギリシャに攻め入った後の紀元前2世紀、古代ギリシャに影が差し始めます。それでもギリシャ文明の輝きは今も残る巨大神殿や数々の彫像が証明しています。ここはパルテノン神殿を飾っていた彫刻群の展示室です。優雅で美しい白い大理石の彫像、こうした白い彫像はギリシャ文明が白い文明とされるゆえんです。ところが今回その常識を覆す重要な発見がありました。大英博物館、年間600万人が訪れる世界有数の博物館です。創立は1753年、始まりは個人のコレクションでしたが、イギリスの発展とともに収集品を増やしていきました。現在の収蔵品は800万点、しかし展示室で公開されているのは収蔵品のわずか 1%、 残りの 99% は収蔵庫に眠っています。一定に保たれた温度と湿度、収蔵庫は急激な環境変化がないよう厳重に管理されています。ここは博物館の収蔵庫ですが、展示されていないギリシャの彫刻が保管されています。数千年前の至宝がひっそりと眠る収蔵庫、静まり返って薄気味悪いところです。幽霊を見たという人も多いんです。私はまだ見たことがないのですが、お目にかかってみたいわ。これは2600年前の棺、蓋には生前の姿がかたどられています。大英博物館が所有する同様のものは全部で180点、数が多いためその大部分は地下に置かれたままです。収蔵庫に置かれている古代ギリシャ・ローマ部門の品々は全部でおよそ9万点。通路の左側には3メートルを超える馬の胴体、4頭建ての馬車の一部でしたが、組み立てると場所を取りすぎるため展示室には頭のみ。大きな彫像の大半は収蔵庫に収められています。およそ2500年前に作られた金のアクセサリー、限りなく薄い月桂樹の葉、繊細で壊れやすいため収蔵庫で厳重に管理されています。大英博物館は最先端の技術を駆使し、こうした収蔵品の科学分析を続けています。さらに各地で発掘調査を行うなど世界有数の研究機関でもあります。数々の調査が行われる中、今注目を浴びているのはトロイヘッドと呼ばれる大理石の像です。この白い像から予想外の事実が発見され、古代ギリシャの常識を覆すきっかけとなりました。
調査を行ったのはジョバンニ・ベリ博士。大英博物館科学調査部で色の研究を続けてきました。強力なライトを像に当て特殊なカメラで撮影します。2007年に大英博物館が開発したこのシステム、古代の青色の顔料に含まれる特殊な成分を感知するとモニターに反応が現れるというものです。目の部分に光を当てると反応がありました。青い色の痕跡を感知したのです。実験の結果、この彫刻には色がついていたことが明らかになりました。恥ずかしながら初めてそれを知った時は感動して涙が出ました。今は真っ白に見えるこの像、しかし2000年前その目には青色が使われていたのです。早速ギリシャでも同じ調査が行われました。アテネにそびえる古代ギリシャの中心、アクロポリスの丘。パルテノン神殿の隣に立つエレクティオン神殿です。神殿にも色が塗られていたのか、本格的な調査が行われています。これは大英博物館がギリシャに調査のノウハウを全て提供することにより実現しました。神殿に大規模なエレベーターを設置。大英博物館が開発した青い色を感知するためのあのシステム、光を天井に当てて調べてみると、さあどうでしょうか。四角いくぼみの部分に反応がありました。ここには青色が塗られていたのです。ものすごい驚きです。本当に素晴らしい。真っ白な部分に色が浮かび上がったのですから。青色に塗られた天井、まるで青空の下にいるかのように素晴らしかったことでしょう。このギリシャ神殿も真っ白ではなく青く彩られていました。大英博物館が発見した古代ギリシャの色、その影響は大きく、今世界各地で新発見が相次いでいます。ヴィンセンツ・ブリンクマン博士、色彩研究の世界的権威です。博士は青色だけではなく他の色の調査も進めています。博士はまずそれぞれの色が持つ独自の波長データを収集しました。その後ギリシャ彫刻の表面を調べ、肉眼では見えない色の痕跡を測定し、どの色の波長と一致するかを解析しました。例えばこれは赤の波長、測定したデータがこのグラフの形と一致すれば赤色だと特定できます。調査の結果、実に多彩な色が使われていたことが分かってきました。博士は純白の彫像を作り、当時の姿を再現しました。
およそ2500年ぶりに彫像がよみがえります。鮮やかな文様もすべて科学的な測定に基づき厳密に再現されたもの。肌にも色が施されていました。よみがえった馬と騎手の像、そこには色と色がぶつかり合う極彩色の世界が広がっていました。肉眼では全く見えなかった模様もよみがえりました。聖なる動物たちが描かれていたのです。古代ギリシャ人は彩り豊かな衣服を好み、その姿を鮮やかな像として残していました。この驚きの結果に私自身衝撃を受けました。装飾の色使いや模様の豊かさに困惑しているほどです。ギリシャの画家たちは大理石を白いキャンバスとして利用していたのです。これは厳密に科学的に測定して出た結果なのです。さらに大英博物館の調査でまた新たな事実が分かってきました。きっかけはエジプト展示室にあった一枚の壁画でした。3400年前のこの絵には青く塗られた植物や鳥が描かれていました。ここに光を当ててみると、鳥や植物が白く光っています。この青色はトロイヘッドに塗られていた色と全く同じでした。そもそも青色はその元となる顔料が自然界にはほとんどないため、人工的に作り出さなければ手に入らない色です。大英博物館が分析した結果、この青色はエジプシャンブルーと呼ばれ、古代エジプトでしか作れなかった色だと判明しました。青い色ははるばるエジプトからギリシャにもたらされていました。カラフルな色や文様はエジプトなど外国からもたらされたものでした。西アジアのペルシャから来たものもあります。ギリシャ人はそうした色彩に興奮し、美しさや荘厳さを感じました。ギリシャ文明はアフリカやアジアの色を取り入れることで初めて色彩豊かな芸術を作り上げることができたのです。最新の研究成果を総合し、当時のギリシャをコンピューターグラフィックスで再現してみます。神殿には鮮やかな文様や壁画が描かれ、華やかに装飾されていました。古代ギリシャでは神殿も町も何もかもが鮮やかに彩られていました。
その姿は私たちが想像していた白い古代ギリシャとは全く違っていたのです。古代ギリシャは鮮やかな色彩にあふれた文明だったんですね。ギリシャ文明のイメージが一新されました。色鮮やかな古代ギリシャ、実はこの文明は紀元前7世紀に一気に花開きました。そもそも古代ギリシャが誕生する以前から、ギリシャの周りにはすでに高度な文明が栄えていました。北アフリカのエジプト、それに西アジアのメソポタミア文明です。ギリシャはそれぞれの地域から長年にわたって多くの影響を受けてきました。しかし紀元前7世紀までは大きな変化は起こらなかったのです。暗黒の時代です。その当時のギリシャの様子を知る手がかりはほとんどありません。あるのはこうした素朴で単純な土器です。ところがギリシャに劇的な変化が訪れます。ギリシャ文明が急速に花開いた謎を解く手がかりが大英博物館に眠っています。彫像の一部分、巨大な足の指です。この彫像の全体像はどんなものだったのでしょうか。エーゲ海に浮かぶデロス島、足の指はこの島から発掘されました。足の指以外にも彫像の一部分が島に残されたままになっています。2つの大理石の塊、これは肩から腰にかけての上半身の一部、そして腰から太ももにかけての下半身の一部。大英博物館の足の指もここに残されていました。さらに周囲8メートルにもなる彫像の台座もありました。ここにあった彫像はギリシャが人体像を作るようになった最も初期の時代のものと考えられます。それはかつてない見上げるほどの大きなものでした。現存する体の一部をもとに再現された高さ9メートルの巨大な像。この像が作られた紀元前7世紀、古代ギリシャは急速に花開きます。色鮮やかな巨大神殿も紀元前7世紀を境に次々と建てられました。この時期ギリシャで一体何が起きていたのか、そのヒントも大英博物館にあります。私が一番好きなものがここにあります。高さ15センチに過ぎない小さな石像です。とてもミステリアスな出土品です。
この像には異なる文明の要素が見て取れます。エジプトとギリシャの要素が入り混じっていて、とても不思議な珍しい石像なんです。この石像が見つかった場所が一緒に発掘された土器に記されていました。器にはギリシャ文字が記されています。ナオクラティス。ナオクラティスとは紀元前7世紀にエジプトに作られた町の名前です。19世紀の終わりにイギリスの考古学者ピートリーが発掘、あの石像を発見しました。他にも古代ギリシャ文字が記された土器が大量に出土。ギリシャはエジプトと深い関係があったことを伺わせたのです。エジプトとギリシャを結ぶナウクラティス。そこにギリシャ文明誕生の謎を解くどんなヒントが隠されているのか。謎の解明に向け大英博物館は今ナウクラティスの本格的な発掘調査を計画しています。準備のために4人の専門家がエジプトを訪れました。その中心がアレクサンドラ・ビリング博士です。カイロから車で3時間。小さな農村を越えた先、静かな湿地帯の中にナウクラティスの遺跡がありました。ようやく来られてとても嬉しいわ。You can see down here. Yes. That there are some pottery shirts. Oh, yes. Oh. So that is that is great. Really? Oh. Cohen. Ah. He's from Kos. From the island of Kos. Good. Well, early Hellenistic amphora. Mm. さらに地元の古老が教えてくれたことがある発見につながりました。それはこの白い石でした。And this is how do you call that in English? Yeah, it's great. It's a 石にはある特徴がありました。 Which I used. I mean that the place for a dovetail, which was the other part of it, was the same shape on the other block.Yes, and I mean the technique of the dovetail clamps goes back to the archaic period. This could also be. 見るからにギリシャ風のこの石はギリシャ神殿の一部でしょう。ギリシャ人が住んでいた証です。これまでの研究をもとにナウクラティスの町を再現します。エジプトにそびえるギリシャ神殿。ナウクラティスは商人や職人をはじめとする多くのギリシャ人が住む貿易港として栄えていました。この町の始まりは紀元前7世紀。広大な土地はファラオがギリシャ人に与えたものでした。そしてある職業に携わる人々を住まわせました。
その人々とは一体誰なのか。答えは古代ギリシャの歴史家ヘロドトスの記述にあります。エジプトのファラオは言った。聖堂の男たちを集めよ。聖堂の男たちとは、聖堂の兜を身につけたギリシャの兵士のこと。エジプトのファラオは彼らを雇い傭兵としていました。そしてこの傭兵がギリシャ文明の発展に大きく関わっていくことになります。当時の古代エジプトは最盛期を過ぎ混乱期を迎えていました。国境地帯では周辺の国々との紛争が絶えませんでした。そのためファラオは勇猛果敢なことで知られるギリシャの傭兵をナウクラティスに住まわせ戦いに備えていました。数多くの傭兵を送り出したギリシャ。土地が痩せ資源にも乏しかった古代ギリシャはエジプトと比較にならないほど貧しい国でした。そのためエジプトからの傭兵募集の知らせが届くと若者たちは進んで志願したといいます。エジプトでの任期は数年に及んだと言われています。しかし戦いのためにエジプトに来ていた傭兵がなぜ文明の発展に関わることができたのか。その手がかりがエジプトの奥地に残されていました。ナウクラティスからナイル川を南に遡ること800キロ、アブシンベル神殿です。大英博物館の調査チームが向かったのは神殿の前面にあるラムセス2世の巨大な像。その足には古代ギリシャ語で書かれた数千年前の落書きが残されていました。When the king was in Elephantina. Yeah, when the king was in Elephantina. So that's the first line. And then come the Greeks. Yeah. Toisin, yeah. Sametikoi. Sameti. That's the important one. Samatishoi, toi.ある落書きが見つかりました。上から2行目にはプサメティコスというギリシャ人の名前、そしてその後には外国人部隊が率いられて川を遡れるところまで船を進めたの言葉。この落書きはギリシャ人の傭兵によるものでした。ここに名前を残した傭兵たちは、ファラオがヌビアに対して行った大遠征の帰りに、この場所に寄ったのです。巨大神殿に驚き、この有名な建物に記録を残したかったのでしょう。傭兵たちがここで目にした巨大なファラオの像。ふるさとギリシャにはない壮大さに驚きました。そして傭兵たちのこうした経験がギリシャ文明の礎になっていきます。軍事遠征の旅にその先々でさまざまな文化に出会った傭兵たち。
中でも大きな影響を受けたのは鮮やかな色彩でした。華やかな壁画の数々。色と色がぶつかり合う極彩色の世界。あのエジプシャンブルーも目にしたはずです。傭兵たちは魅惑的な色の文化に感動し、それを急速に吸収していったと考えられるのです。紀元前7世紀にここに来たギリシャ人が何を感じたかが想像できます。ピラミッドなど数千年続いた偉大な文明の蓄積に触れたのですから、巨大なスケールの建物や彫像、あふれる色彩、ギリシャ人にとってそれは刺激的で魅惑的なものでした。エジプトでの体験がギリシャ人たちの意識を変えていったことは間違いありません。エジプトにいたギリシャの傭兵は3万人を上回ったと言われています。他にも西アジアのさまざまな国々に多くの兵士が雇われていました。そして紀元前7世紀、高度な文化と技術に触れた多くの傭兵たちが続々とギリシャに帰還し始めます。久しぶりにふるさとの土を踏んだ傭兵たち、彼らは遠征先で得た知識とともにそれぞれの村へ帰っていきました。そして地元の人々に自らの経験を次々と伝えていきました。傭兵たちが帰国した後、ギリシャ文明は劇的に花開いていきます。ギリシャスニオン岬にそびえるポセイドン神殿。古代ギリシャにこうした巨大神殿が出現するのはナウクラティス以降の時代です。あのデロス島の石像も巨大なファラオの像の影響を受け作られたものでした。そしてアテネのパルテノン神殿、ギリシャ文明の目を見張る発展には決して歴史の表舞台に出ることのない傭兵たちが大きな役割を果たしていました。傭兵が文化の担い手だったんですね。生死を分ける戦いの合間に見たからこそ、巨大神殿や鮮やかな色がより強烈に心に刻まれたんでしょうね。アフリカやアジアの影響を基礎に発展した色鮮やかなギリシャ文明。しかしその事実はある時期を境に次第に忘れ去られていきます。実はつい250年ほど前まではギリシャ文明がアフリカやアジアの影響を受けていたことはごく当たり前のこととして知られていました。ところがある出来事をきっかけに
そのイメージが変わっていったのです。一体この250年の間に何が起こったのか、なぜ古代ギリシャの歴史は歪められていったのでしょうか。大英博物館に古代ギリシャの至宝が収められています。ディスコボロス、前を見据え円盤投げをする男性の彫像です。この像は古代ギリシャの彫刻家ミュロンが作った像を真似て後のローマ時代に作られたもの。手本となったミュロンの彫刻は失われ、ローマ時代の模倣作品だけが世界で27体残されています。そのうちの一体、イタリアのローマにある彫像は顔が後ろを向いています。もともと同じ彫刻を真似たはずなのに、なぜ顔の向きが異なるのでしょうか。実はローマの彫刻は完全な形で発掘されたのに対し、大英博物館の像には頭がありませんでした。そのため修復されたのです。修復にはミュロンとは関係がない全く別の作品の頭が使われました。ディスコボロスとは違う頭をつけてしまったのです。しかし修復された彫像はその後も展示され続け、オリンピックのポスターにまで採用されました。誤りが広く浸透するにつれ、本当の姿は忘れ去られていったのです。古代ギリシャの見方が歪んでいったのもこの経緯とよく似ています。きっかけは18世紀にイタリアで発見されたポンペイでした。発掘された古代ローマの町から数多くの美術品が出土。人々はそれらの美しさに驚き、ヨーロッパ中で古代芸術へのブームが巻き起こります。この時古代ギリシャ彫刻に強烈に魅せられた一人の人物がいました。ヨハン・ヴィンケルマン、ヨーロッパを代表する高名なドイツの美術史家でした。ヴィンケルマンはギリシャ彫刻の造形に着目し、人類が到達した最高の美であると断言、極端に理想化してこう論じました。これはギリシャ人にしか成し得ない偉業なのだ。ヴィンケルマンはギリシャ彫刻がアフリカやアジアの影響を受けており、決して白くなかったことも知っていました。しかしそれを無視し、古代ギリシャはギリシャ人だけによって作られた白い文明であり、純粋で高度なものであると考えたのです。ヴィンケルマンのこうした考えはやがて利用されていきます。ちょうどこの頃、ヨーロッパでは産業革命が始まり急速に台頭してきた時期、西洋が世界で優位に立つための歴史的な根拠を必要としていました。そこで注目したのが古代ギリシャでした。純粋で高度な白い文明だとされた古代ギリシャはヨーロッパのルーツとしてまさにふさわしいものでした。この考えを普及させたのが教育です。ドイツでは19世紀に古代ギリシャ語を必修とする教育改革が行われました。Epigrates Caucasus Corrupt
ここでは実生活では全く使うことのない古代ギリシャ語を週5回4年間みっちりと教えられます。こうして子どもたちのギリシャへの関心が高められていきます。半年しか授業を取っていませんが、ギリシャがとっても好きになりました。古代ギリシャ語を学ぶのは楽しいです。ギリシャの高度な文化に驚かされます。子どもたちにとってこの授業は特別な意味があります。私たちの文明の源を学び、ギリシャ語を通して西洋思想の基盤を学ぶのです。ヨーロッパのルーツとしてますます理想化されるうちに、古代ギリシャの本当の姿は忘れ去られていきました。そして19世紀のある流行が古代ギリシャを白い文明として決定づけます。19世紀イギリス、ビクトリア朝時代。女王が着た純白のウェディングドレスがヨーロッパ中に流行。白い色が純粋で汚れのない理想的な色として大いにもてはやされました。白いギリシャ彫刻はまさにその象徴として人々の人気を博しました。ほとんどのギリシャ彫刻は時間とともに色が薄れていきました。色が残っていることはほとんどなく白く見えました。当時中にはわずかに古代の色が残っているものもあったのですが、一般の人々はそれを信じませんでした。ビクトリア朝のイギリスでは色のついた大理石の彫刻は冗談か悪趣味という評価が与えられたため、真っ白にされたのです。白が重視される風潮が続く中、大英博物館である衝撃的な事件が起こります。収蔵庫の奥にひっそりと眠っていたもの、テレビで公開されるのは世界で初めてのことです。簡素な紙の箱を開けると80年前に使われた道具類が現れました。太い筆と銅でできたヘラ、中にはメモが残されていました。エルギンマーブルを洗浄した。エルギンマーブルとはアテネのパルテノン神殿の壁や梁に備え付けられていた大理石の彫刻です。現存する半分近くがイギリスに持ち運ばれ、大英博物館に所蔵されています。まさに人類の至宝といえるそのエルギンマーブルが大英博物館で洗浄されたというのです。1938年、大英博物館常任委員会内部文書。そこには事件の詳細が生々しく記されています。洗浄作業は地下の部屋で行われていた。
それを見たとき、やめろと叫んだ。作業員たちは道具を使ってパルテノン彫刻の表面をこすり取っていました。箱の中に保管されていた実際に使われた道具の数々、ヘラには生々しく白い粉が残っています。これはダイヤモンド並みの硬い石。これで大理石をこすり表面の色を落としていました。作業は大英博物館のスポンサーだったリュビーン教の指示のもとで行われました。リュビーンは白さが足りない、もっと白くしろと言った。リュビーン教に雇われた作業員たちは彫刻を念入りに磨きました。さらに白くなった。歴史家のウィリアム・シンクレアさん、大英博物館で起きたこの事件を詳細に取材した作家でもあります。この馬はコレクションの中でも最も優れた作品とされています。しかし磨かれてしまった馬の後ろの部分を中心に大きなダメージを受けています。削る前と後ではどう違うのか、これを見ればよくわかります。左側は削ったために白くなっています。右側は光沢があり色が残っているのがよくわかります。この事件はギリシャは白いものという既成概念があったことで起きました。さらに博物館の来場者が大理石は白いと期待していることに迎合したのです。芸術品を保管するには最も安全な場所であるはずの博物館で起きてしまった大事件でした。この結果、表面の数分の1ミリが削られてしまい、フリーズやメトープと呼ばれる浮き彫り彫刻が白く滑らかになったのです。私の後ろにある彫刻もその一部が磨かれてしまいました。この事件は博物館の学芸員やスタッフが全く知らない間に起こりました。やがて当時の新聞はこれをスキャンダルとして書き立てました。その結果博物館のスタッフが数名解雇になる一大事となりました。この事件は大英博物館の歴史上極めて異例のことでした。この時期大英博物館以外でも多くのギリシャ彫刻が白く磨かれたと言われています。古代の彫刻作品は芸術品であると同時に長い歴史を含んだ資料なのです。オリジナルの表面を削り取れば歴史も永遠に失われてしまうのです。大英博物館では今、ロンドンオリンピックに合わせて公開する彫像の修復をしています。もともとはバラバラだったものを丁寧に組み立てる地道な作業。It's going to be so strange to see him with a head on. Yeah. But we've never found the nose, unfortunately. I think that must still be at Kew Gardens somewhere.
見つからなかった花は欠けたまま。歴史の痕跡に手を加えることなく、ありのままを展示する予定です。大英博物館収蔵庫、ここにはまだ手つかずの至宝が数多く眠っています。その一つ一つに古代ギリシャの真実を知る手がかりが秘められています。エーゲ海に栄えた古代ギリシャ文明、色鮮やかだった文明を花開かせ、人類の大いなる遺産を築きました。250年にわたる誤ったイメージから解き放たれた古代ギリシャ、その真の姿を求めた解明はまだ始まったばかりです。真実の姿がよみがえり始めた古代ギリシャ、その歴史が歪められたのは、作られたイメージが一人歩きしてしまったからなんですね。ギリシャ文明の例は、ありのままの事実を知ることの大切さを物語っているのではないでしょうか。さあ、そろそろオープンの時間です。